荒野にさまようた。なし、我を傷つけられると思うな。広大な海を恐れないで、逃げちゃダメ。いろいろ試してみないと。試したことがないとでも思ったのか。もうこのために犠牲者を出したくない。言ってるのに、ちょっとどこに行くの？風よ、牽制。時が過ぎるのはあっという間じゃな。わしも年を取った。愛しの孫娘よ、こっちへおいで。ずいぶん重たくなったの。もう一人前じゃ。これが何か知っているか。我が家の家宝じゃよ。バーヤの先祖たちがこれを抱えてここへ来た。それを今童謡と共にお前に託そう。通り抜けるは川一筋。もらった贈り物見たかい？バーヤが言ってた。これは外の世界から来たもの。ご先祖様が持ってきた家宝なんだ。そうだ、童謡も一曲教えてもらったんだ。確か四方の山野に響く老唱。
この目で見てきたんじゃ。大勢の人間があの霧に入っていったが、一人も帰ってこなかった。もう危険を犯すのはやめた方がいい。時が過ぎるのは。おーい、さっきバーヤからもらった贈り物見たかい？